どうも皆さんこんにちは、ミネットです。さあ集まる動物森サブジマ実況を続きやっていきましょうか。今回はですね、前回の続きになるんですけど、まあ、前回ね、ついにテント生活が終わりまして一戸建てが建ったんですけど、その続きですね、やっていきますか。多分離島に行けって言われると思うんですよね。とりあえず相談しますか、豆吉に。あ、ミネットさんいらっしゃいませ。ところで例の相談の件、いつでも構いませんのでまたよろしくお願いいたします。今聞くよ。ありがとうございます。多分離島に行けって言われると思うんですよ。でね、今回は人生で初めての離島ガチャをやっていきたいなと思います。相談というのはですね、全然違った。あ、そういえばそんなあったな。お店を建てるための準備のことなんです。この島での暮らしが始まって、中にはミネットさんのようにマイホームを持たれてる方も出始めました。この先必要なものも増えてくると思うので、もっといろんな商品を扱いたいのですが、さすがにここではスペースが限界なんです。それで社長ともあれこれ相談しまして、一日でも早くお店を建てるんだなもということに決まったんです。ただ困ったことに、建築資材の確保が追いついていなくて、お店の建築までに回せないんです。そこでお願いなのですが、島の木や石から取れる材料を集めて提供していただけないでしょうか。建築用なだけあって相当な量を揃えていただく必要あるのですが、それ相応の謝礼はご用意しますので。仕方ない、やるか。ありがとうございます。では早速集めていただきたい材料なのですが、木材、硬い木材、柔らかい木材をそれぞれ30本ずつと、あと鉄鉱石も30個お願いします。ちなみに産地にはこだわりませんので、この島だけではなくよその島からもかき集めていただいて問題ないです。ミネットさんのペースで集め終わった時で大丈夫ですので、どうかご協力よろしくお願いいたします。あ、お店あったな。全然足りねえ。鉄鉱石に関しては1個もないし、何をすればいいの？そうだ、もうね、お店の建築資材の件僕からもよろしくお願いするだろう。お店作るか。で、俺の本来の予定は今日なんか離島ガチャしようかなと思ってて、実はやったことなかったんですよね。メインの島でも一番最初に出てきたのがリッキーくんとモモコだったから、もう全く離島ガチャもしなかったし、まあそもそもね、集まる動物森が始まる前の段階から呼ぶ住民っていうのは決まっていたから、離島ガチャをする必要もなく、まあ、そんな、まあ、チャチャマルとかもね、一度ミネミネ島にやってきたことあるんですけど、まあ、勧誘することもなくリス住民で統一してしまったので、正直ね、あの離島ガチャって言っても、あの好きな住民はたくさんいるんですけど、嫌いな住民っていうのは一人もいないので、まあ正直出会った住民全員呼んでいこうかなとは思ったりもしているんですが、とりあえず先にお店作るところからやっていきましょう。OK、 なんとかですね、鉄鉱石を28個まで集めることができました。スコップとしょぼいスコップがあるので、最後の2つはせっかくだから離島行ってみるか。早っ。さあ到着しました。今回のターゲットはこの島です。ミネット様はこのツアーのご参加が初めてだと思いますので、軽くご説明しておきますが、この島で見つけた材料や生き物は自由に持ち帰りいただいて構いません。道具を持ってくるのを忘れたり壊れてしまっても大丈夫、マイルと交換でお求めいただけます。ただし一つだけお気をつけいただきたいのですが、この島に何か置いて帰った場合、二度と取りに戻ることはできません。くれぐれも大事なものを地面に置き忘れたりされないよう、持ち物の管理にはお気をつけくださいね。とまあざっとこんな感じでしょうか。オッケー。じゃあ2つだけ。ん？傘さしてる。日傘かそれ。しょぼいスコップで2個回収して帰りましょうか。いた、離島ガチャ一番最初の住人。名前造形か。あんまり象と縁なかったんだよ。ティーナ。あら、こんばんは。はじめまして。私の名前はティーナです。あなたも旅行でこの島に来たんですね。うふふ。旅先の出会いは大事にしろって母からずっと言われてきたんですよ。このティーナを島にまだ呼べないんだっけ？あ、呼べそう。うちの島に来てみる？え、本当にいいんでしょうか？さっきお伺いしたミネットにまさか誘っていただけるなんて、私なんだかとっても嬉しいです。まるで夢を見ているみたいな気分ですよ。後から嘘だなんて言わないでくださいね。ほ、大丈夫だよ。それならよかったです。早速引っ越しの準備を始めなくっちゃ。急に忙しくなりそうです。それで、なるほど、移住の手続きはたぬきさんという方に連絡するんですか。忘れないうちにやらなきゃですね。ほ、まあ、何回かね言ってるんですけど、このサブ島に関しては特に住民に縛りをつけるつもりってなくって、
まあ、検証したいことっていうのを中心にやっていきますので、ワンチャンティーナが引っ越してきても次の日に引っ越しさせる可能性もあります。まず一番最初は、いや確かね、最初チュートリアルを終わらせるにあたって9人まで呼ばないといけなかったと思いますので、まずは9人集めていきましょうか。なんかさ、集まれ動物の森をやるにあたって一番最初にもう俺の場合とか決まってたんですよ、メンバーっていうのが。なんかそういう方は辛かったですよね。必ず引っ越しさせないとダメだったから、なんか飛び盛りみたいな感じで最初から好きな住民呼べるのかなって思ってたんですけど、なんかそうではなかったから、なんかこのチュートリアル辛いなって思いながらやってました。さあ、お店をオープンさせようじゃないか。ミネトさん、いらっしゃいませ。今日はどうなさいましたか？お店の建設の件で提供します。資材をご提供いただけるのですね。ご協力感謝いたします。すでに提供いただいているものもあるので、残りは鉄鉱石30個なのですが、頂戴してもよろしいでしょうか？いいぞ。この鉄鉱石30がしんどかったな。ありがとうございます。これでお店の建設に必要な資材が全て揃いました。それで俺なのですが、今回こうして資材が揃ったおかげで建設の準備が整いましたので、立役者であるミネットさんにはぜひ僕たちのお店の場所を決める権利を申請させていただきたいのです。まあまあまあ、お店まで行こうか。これそのお店の工事看板をお好きな場所に立てていただければ工事の手配を進めますので、ミネットさんがどんな場所を選んでくださるのか楽しみにしていますね。面倒ごとをただ押し付けただけ。まあいいだろう。お店って言っても、俺確か一番最初はここら辺に適当に建てたと思うんですよね。その要領でやっていく。島クリエイターできるまで一番最初向こうを渡るのめんどくさいよな。まあ最初はここに建てとくか。オッケー。まあ後からね、お店とあとエイブルシスターズ、博物館類は変えることができるから特に問題はないでしょう。いや確かにチュートリアルは長かった気がするな。ミネトさん、お店の工事看板を立ててくださったのですね。明日には開店できるようにお急ぎで工事を手配しますので楽しみにしていてくださいね。よし、ここまで行ったぞ、タヌキチよ。あと何すればいい？あ、ミネトさん、どうもどうも。何か僕に相談だな。もう何をすればいいの？そうだな、もうね。お店の建築資材の件どうもありがとうございました。もうミネトさんにアドバイスするどころか、逆に島作りのアドバイスを受けたいぐらいなの。お前しっかりしろよ。なんだと？ちょっと明日にしてみるか。いや、そろそろさ、有線ケーブル欲しいよな。ちょっと注文するか。うちのスタッフである豆吉つぶ吉のお店が本日ついにオープンしたのも、まだねバージョン 1.0.0 なんですよ。小さいお店ながらも雑貨から家具まで暮らしに役立つ商品を日替わりで取り揃えているだなも。営業は朝の8時から夜の10時までだけど、営業時間外でも不要品を買い取る便利な買い取りボックスがご利用いただけるだなも。お、あれよりによって放送中に、あは、ちょっと失礼するだなも。静江さんか？もしもし、タヌキ開発のタヌ、え、移住プラン？どうもどうも、はいはい、もちろんだなも。もうちょっと静江さんって後だったよな。移住プラン、あ、どうもお待たせしただなもね。今から詳しく説明よ。いや結構、あ、そうだそうだ、あとエイブルシスターズだ。マメちゃんたちが無人島に引っ越すって聞いた時は心配したけど、想像してた通りええとこで安心したわ。そうなんです、です。本格的に暮らし始めてそこそこの日数が経ちましたが、今も毎日のように新しい発見があって、ということで移住してきた僕たちもこの暮らしを満喫しています。マメ吉つぶ吉、よく納得したね。それは何よりやね。俺無人島に働きに行けって言われたら、えって聞き返すかもしれない。それはそうと、今日はうちも何か役に立てることがないかと思って様子を見に来たんよ。お店の開店祝いも兼ねて、うちら姉妹にできることがあったらぜひ協力させてもらいたいんだけど、何かあるかしらね。そんな絹代さんが訪ねてくださっただけでも感謝の気持ちでいっぱいです、です。あ、でもどうしたん？この島はまだ物流が十分じゃなくて、生活に必要なものはまだまだ通販に頼りがちなんです。こうしてお店を構えたことで既製品の家具については手に入りやすくなると思うんですが、衣類に関しては商品の仕入れるためのルートがまだ見つかっていなくて。ああ、なるほど。それやったらうちらに任せてちょうだい。
今日この島を訪ねてみて思ったより近いことも分かったし、これからちょくちょくこの島にうちらの商品を売りに来させてもらうわ。マジ？飛び森の峰峰村と熱森の峰島ってそんなに近いんだ。え、いいんですか？そうしてくださると住民の皆さんにも喜んでもらえると思います。まずもちろんうちらも商売させてもらえるんやから願ったり叶ったりやもん。外決まったら早速家に戻ってお姉ちゃんと相談してみるわね。はいはい、これからよろしくお願いいたします。よう、絹代さん、これからよろしくな。ミネットさん、お待たせしました。ミネットさんのおかげでこうしてお店をオープンすることができました。お店の名前は昔たぬきち社長がやっていたお店の名前を譲り受けてたぬき商店にしました。ご覧の通り DIY では作れない市販の家具の販売と、あと奥の戸棚では道具などの雑貨に加えてお家用の壁紙や床板も扱っております。まずここのもぜひごひいきに。ごひいきに。そっか、ゴールドクレスト、誰もが集まりで一度はお世話になったゴールドクレストだけどさ、家具なんて買えるだけのベル一番最初ないよな。正直ありがとうございました。いや、どうだったかな、エイブルシスターズと案内所って同時進行でやってなかったっけ。はいはい、お任せください。家具付きの立派な一軒家の移住プランをご用意しますだなも。はいはいはい、お引越しの日程は後日改めて調整させていただければなと。いえいえ、何の問題もないのですが、少々契約の準備が必要でして。はい、ではまたこちらから連絡させてもらいますだなも。あ、そういえば3人分確か用意しないとダメなんだったかな。オトミネットさん、お待たせしただなも。今の電話の内容聞こえてただなも。実はミネットへの移住者募集の広告をずっと出してたんだけどね。なんだなんだ、ここに来て急に。そうだよな、確かにこれがあった。移住希望者が一遍に3人も現れたんだなも。よかったね。そうなんだも、ありがとうだなも。ただね、ちょっと困ったことがあって、今回申し込みがあったお客さんたち、みんなテント生活はちょっとって嫌がるもんだから、ついその場の勢いで家具付き一軒家の移住プランもありますなんて言っちゃったんだも。建築自体はどうにかなるとしても、土地の確保や家具の準備まで一気に3軒分一人で進めるのはさすがに。そんな言われてもなぁ。何？あのミネットさん、この間に言わせたのも何かの縁ってことで、3軒分のお家の建てる準備を手伝ってもらえないかな。もちろん手伝いしてもらうからには俺はきっちりさせてもらうだなも。まあまあまあ、しょうがないな。ありがとうだなも、このご恩は一生忘れないんだなも。それだったら家のローンの金額下げてくれてもいいんだぜ。それじゃあ実際にお願いしたいことは改めて説明させてもらうから、また時間があるときに僕に何をすればいいか聞いてちょうだいね。よし、まあというわけでですね、今回は、まあ、1回目の離島ガチャプラスたぬき商店がオープンしたということで、まあ、次にね、ちょっと3軒分の家を用意したいなと思います。誰が引っ越してくるのをお楽しみに。今回はこの辺でおっときましょう。じゃあの。